姫路市ではソフトテニスのプロや日本代表選手などが一堂に会し、トップレベルの戦いを披露しました。この大会はソフトテニスの魅力を多くの人に知ってもらおうと姫路ソフトテニス協会が主催しました。今日はプロや日本代表、それに大学選手など男女12人がダブルスを組み、トップレベルの試合を繰り広げました。協会によりますと、兵庫県は全国の中でもソフトテニスが盛んで、競技人口は県内でおよそ3万人に上るということです。協会では今後も講習会などを通じてソフトテニス人口を増やしていきたいとしています。